じゃあ今日はこの格好でもって寝て、じゃあここから405号からこれから硫黄川の作業道に入っていきます。朝日が今昇り始めてくるかな。スタンバイやんすよ。よし、着いたぞ。着いたんはいいでも、水かけの子長いって聞いてるけど、相当やっぱさ、雨でもっとやるか、やられてらんか。川が。まずあれだな、朝飯食って、それからだな。何回だって水が多いやんだから、バッテリーが重てんだから、重たくなったって今度は、前よりも。朝飯は、今日は、はい、だって コンビニのサンド、きれいだな。まあ今日も朝涼みって行くまでに早く箱行くまでにぐったになるべ。バッテリーのせいかな。あれよりもエンジンよりなんか重てって、まあやるめえからこの俺くずいっちゃうんじゃな。どうしようもねえ。でも山あじさい綺麗だよな。これなんて言うんだろうな。これ後で見てみるかな。なんだこれ。綺麗だ綺麗だ。はてとここの作業道の子もう一回帰りに刈らねえからダメだな。これ自然との勝負ってのは絶対人間が負けるってな。はい、よし登山道に入るとも今6時20分だね。なんとか今日あれだでもな、8合目か。8合目ぐらいまでやりてえだよな。今日は最後にしてやんつよな。どうも登り口からくどいちゃいけねえとは思うけど限界だ。三つの山から朝日が上がってきた。朝日が上がってきたのはいい。でもほら岩内はとあれだよ、シャクナギがみんな終わったんだ。でもそれにしてもこの荷物はダメだな。重たすぎてなあ、キャランドエンジンの方がいいってどうや。来た。なんだこれ。いつものこったでも。なあ、すでに厳しいで。3合目ついてよ。グロッキーだってこれ。グロッキー。3合目グロッキー。一服しよう。ダメだ。